海から上陸する山瀬に伴う低層に山瀬イコール変頭風とは北日本の太平洋側で春から夏に吹く冷たく湿った東寄りの風のこと寒流の親潮の上を吹き渡ってくるため冷たく水筒を中心に農産物の生育と経済活動に大きな影響を与える山瀬が続いた場合太平洋側湯岸地域では最高気温が 摂氏20度程度を超えない日が続く。仮想雲や霧のほか、しばしば小雨や霧雨を伴うことが多く、日照不足と低温による水筒の作柄不良を招く。気象学においては、語源は定かではない。占い像、平野によれば公的な文書に、初めて登場したのは1907年4月で、森岡高等農林学校の関豊田による、カタカナ書きの 山瀬とされている。また、堀口は、気象に関する書籍への登場は、気象学者である、岡田竹松が明治41年発刊の気象学講話が最初としている。岡田竹松は、その解説の中で漢字の、山城のは、函館地域を例にしたもので3月に吹く涼、乾燥した東風のこと、東北地方の湿った冷風は、カタカナの山瀬都市。 表記を区別している。また、坂倉源次郎町の北海随筆にも、ところにて東風を山瀬とうんと書き留められている。山瀬による海無発生メカニズムの詳細解明は、気象衛星による観測技術の登場までを要した。山瀬発生時は、約1500メートルまでの低層大気は低温であるが、1500メートルよりも高い空気は高温であるため、冷涼な空気は、 積量山脈を越えられず滞留するため低温傾向が継続する。逆に山瀬の低層大気は山脈に遮られるため日本海側に積量山脈から吹き下ろす風はフェーン現象による日照時間の増大と気温上昇をもたらす。歴史上もではは豊作、道の区は強作という場合もあり、秋田民謡制補内説では 東風は宝風として歌われている。ただし、赤稜山脈が低い箇所は、冷涼な空気が吹き抜けるため、日本海側でも水稲作柄の悪化が生じる地域もある。山瀬が吹きつける範囲を影響範囲とすると、北海道の影響範囲ではもともと稲作を行わず、牛馬の牧畜や畑作がなされており、山瀬が長く吹きつけても農業への影響は少ない。 青森県の太平洋側から三陸海岸の影響範囲も畑作や牧畜が中心で北海道と同様に山瀬の影響は織り込み済みである。また関東地方の太平洋岸の影響範囲も畑作、牧畜中心であり、かつ山瀬が到達する回数自体が少ないので例外とはなりづらい。影響範囲で最も山瀬の影響を受けるのは稲作地である。 岩手県の北上盆地、宮城県の仙台平野、福島県の浜通り北部である、青森県の津軽平野や福島県中通りも影響を受ける場合がある。現代の東北地方の稲の栽培方法は、春季はビニールハウスなどで育病し、気温が上がると露地栽培が可能となるため晩春に田植えをし、夏季の高温を利用して、収量を確保する。夏の森は、 現在の東北地方における稲の出水、開花時期に該当するが、この時期に山瀬が長く吹きつけて日照時間減少と気温低下が起きると収量が激減して例外となる。江戸時代は米が産業の中心であったこと、江戸時代を通じて寒冷な気候であったこと、また現在ほど品種改良が進んでいなかったことなどのため、森岡藩と仙台藩を中心に、 山瀬の長期化が東北地方の太平洋側に強作を引き起こした。強作は東北地方での基金を発生させたのみならず、山都での米価の上昇を引き起こし、打ち壊しが発生するなど経済が混乱した。戦後は例外に強い品種が作られ、基金に至ることはなくなった。しかし、高度経済成長期以降、消費者が食味、品質を追求する傾向が強まったため、 生産地においてもブランド米志向が顕在化し、例外時に頻発するイモチ病に弱いが、味のいい品種が集中栽培される傾向が進んだため、1993年米騒動が発生した。その後は、その反省から、笹錦やコシヒカリの栽培は、廃れ、イモチ病体制を持つ一目ボれや、コシヒカリビンエルの栽培が広まった。一方、 稲作にかかわらず冷量であることを利用し林道などの蠣やレタスやキャベツ等の高温を好まない作物や根菜類の栽培も行われている。ありがとうございます。